さて、衆議院議員選挙はいよいよ明日公示です。この3連休も党幹部クラスが続々愛媛入りし、激しい前哨戦が繰り広げられています。もうあんたもう死んでもいい、すごく嬉しい、会えて。集まった有権者の熱い視線の先にいたのは自民党の選挙の顔、小泉進次郎選対委員長です。選挙が始まる3日前に来てしまいました。何としてでも勝ちたい。愛媛3区の伊予市を訪れ、自民党派閥の裏金問題で関係した議員を非公認にしたことなどについて理解を求めました。強い国民の皆さんの不信感をどうやって我々が覚悟を示して変わっていく姿をお示しをできるか、それがなければいくら政策が良くてもご支援をしていただける気持ちにはなかなかなれない。また物価高対策について賃上げや所得の向上を目指す石破内閣の経済政策をアピールしました。これだけ物価高、そして中小企業や小規模事業者の皆さんが価格転嫁ができるか、そしてまた賃上げができるか、世の中の方々の賃金を上げる、可処分所得を上げる、この好循環を作れる経済政策ができるかどうか。演説の終了後は聴衆との写真撮影などに応じていました。自民党のやはりちょっと問題があった件で、もう一度締め直すところはしっかり締め直すという意気込みも感じられたので、はい、とても聞けてよかったです。一方、野党も党首や幹部クラスが愛媛入りしました。自民党は本当に変わるのか、石破新総理になって変わるのかということで、私もかすかな期待はしましたが、これは全く期待外れでございました。最速でがっかりいたしました。自民党を変えるつもりが早々に自分が変えられてしまった。愛媛2区の今治市を訪れた立憲民主党の長妻昭代表代行は、現在の政策では大企業ばかり優遇され、庶民が税金の恩恵を実感できていないと指摘しました。地獄の沙汰も金次第のような、金が集まるところに皆さんの税金や社会保険料が手厚くつく、その一方で金が集まらないところは後回しになる、こういう政治を変えるためにまず私たちは企業団体献金を全面禁止すると。政治改革には政権交代が最大の治療薬と訴えました。一区の松山市では国民民主党の玉木雄一郎代表が街頭演説し、国民の手取りを増やすをキャッチフレーズに経済政策を訴えました。賃金上げるのは民間の努力です。でもそこから取られる税金や保険料ね、これをいかに抑えて皆さんの手取りが増えるようにするかは、これは政府の努力なんです。政治の努力なんですよ。私たちは具体的に所得税、消費税、この減税を行いたいと思います。特にまた自民党の裏金問題についても厳しく追及しました。政治活動に使った、つまり非課税の恩恵を受けられる政治活動ですという証明ができないんだったら、皆さんと同じようにこれは普通に所得税の課税対象資金ですよ。延滞税も重加算税も耳揃えて税務署持っていけっていうのが当たり前じゃないですか。皆さん正直にすごくかっこよかったです。賃上げしても手取りがなかなか上がらないっていうところに関しては本当に実感しているところでありまして、子育てしててもやっぱり大変だなと思うことがたくさんあるので、ぜひやってほしいなと思います。消費税とかに関して暮らしのことをやっぱりちゃんと話されていたんで、その点では良かったなと思います。政治の考えだけじゃなくじゃいけないと思うので。衆議院議員選挙は明日公示され、27日に投票が行われます。